で普段非常にこう健康的だし真面目だし、その奥さんの久我佳子さんはね、私はもう若い頃から人参クラブっていうのを久我さんと岸恵子さんと3人でやってまして、ですからまあ青春時代は随分彼女と一緒にまあ過ごしたわけですよね。いろんなお仕事も一緒にしましたし、平田さんはね私2本ぐらい舞台でご一緒してるんですけどね、大変生真面目なね、とってもいい方でね、もう本当に昨日びっくりしちゃったんですよね、私。そして素晴らしき仲間にね、岸恵子さんと久我さんと私と3人出ましたときに、私も岸さんもその家庭的にはね、非常に惨憺たるね結果になってしまったんだけど、久我さんだけはね、もうそれはもう本当にいい旦那様でいい家庭を持ってらして、あなたは一番幸せよって言ってたんですよね。そしたら昨日聞きましたんで、もう本当にびっくりしたんですけどね。そして久我さんはちっちゃい方だから、平田さんはどっちかと背の高い方でしたから、なんかこうね、なんか本当に彼の腕の中にぬくもってるっていうね、小鳥のような感じで、羨ましいご夫婦だなっていつも思ってたんですけどね。まあ、同じ時代同じお仕事で、一緒に過ごした方にとってやっぱり我々以上のまた衝撃があるようですね。平田さんは脇役としてその誠実な正し、折り目正しい演技でいつもその場を引き締めていた、そんな感じがしますね。ですからその悪役を演じてもそのどぎつい悪人っていうのが出てこない、やっぱり人柄のせいでしょうかね。私なんかはやっぱり子供時代に見たゴジラの博士の役を思い浮かべますけれども、そのゴジラの映画が今年また制作されるということで、もう周りの方たちもそしてご本人もゴジラに出演なさることを楽しみにしてらしたんですね。で、入退院を繰り返しているうちに博士の役はとても無理のようだから、ちょっとした役でもいいから一日でもいいから出られたらってご本人もとても楽しみにしてらしたんだそうです。そういう点心を残してこの世を去られた。物を書く文才もないからな、なんてやっぱり役者しかないからなって言っておりましてね、少しでも良くなったらちょっとでもね、お遊び番組でも出演できたらよかったのになんて。ちょうど私が今年の初めに、心臓のリズムを壊したもんですからね、ちょっと入院しましたけれども、電話で話しましてね、その時も、鶴さん行かれなくてごめんねと、実は僕も入院してたんだと、みたいなこと、君どこが悪いんだ、いや息切れがするんだよみたいなことからね、もうタバコもよしてね、少しのんびりすればその程度なら大丈夫だよと。それは電話いつ頃の話ですか。そうですね、3月ぐらい前ですか、2月ぐらい前かな、こんなことになるとは思わないから。何年ぐらいのお付き合いでいらっしゃいますか。ですか、もう22、3年になります。一番思い出の56歳っていう、もう本当に若くて、若くて10年早いですね。平田さんは今日どんなお顔で眠ってらっしゃいますか。もう起き出しそうなね、穏やかで、もう安らかっていうんですか、曲がりなりにも一応何かをし終えたっていうね、なんか安心した顔だったですよ。でもまだ本当若いので、し残したことってたくさんあるんじゃないかと思うんですよね。鶴田さんは、そうやって何年間もお付き合いなさってきて、一番彼に今おっしゃりたいことっていうのは。それはつまり、世の中は大体不公平にできてるんですけども、僕らが見てですね、まだ昭彦は持っていかれる順番じゃないと思いますよ。そういうその不公平さにすごく腹が立つ。久我さんのご様子はいかがでしたか。かぐちゃんはしっかりとした人ですからね。でもやっぱり答えるんですよ、これは。みんなで力になってあげるよりほかないですね。
久我さんとはどんなお話をなさいましたか。もうただ持ちから落とすなと、まあ、つまり40年前にね、戦争で死んでればもう3倍近く生きたんだから、そういう意味では、まあ、諦められないだろうけども、そうですね、つまりしっかりするようにという方法ないですね。本当になんかあのご夫婦円満な方々。明彦は真面目な男なんですよ、非常に真面目なやつなんですよね。もう少しいい加減でチャランポランでね、うん、もっとこうなったら遊んでくれてた方が気が楽みたいです。そういう意味ではあの久我さんを残していかれたっていうその平田さんのお気持ちっていうのも鶴田さん随分こうお分かりになる部分っていうのはおありでしょうね。そうですね、まあ、せめて子供がなかったということね、まあ、平田さんのお仕事などちょっと自分で何に思い浮かべてみますと、まあ、学者、政治家、商社マン、あるいは参謀といった高級軍人、こういった役柄にピタリとなんか雰囲気を醸していたのが浮かんでまいります。帰りに松本に寄ってね、あの時お蕎麦食べたんだっけ。そうですか。あの無口とおっしゃっておくけど、お家でもあんまりあれですか、その日の出来事なんてお話にならないんですか。そうですね、私の方があの聞いたり、それからあの喋っちゃったりすると返事をするぐらいで、ああうんとかとか、はい、お母さんのは賑やかでらっしゃるんですか、お家の中で。そうです円満の秘訣ってのはどういうの。どうですかね、お互いに我慢強いってことですかねお互いに我慢強い、まあ、繰り返して申しますが、本当にもっともっと活躍をしていただきたかった平田さん、それだけに命を奪った病魔というのは憎くてなりません。まあ、あの奥様のことが多分気にかかっていらしたと思うんですけれども、これから久我さんはご主人の分も女優としてね、ぜひともお仕事で頑張っていただきたいですね、はい。まあ、お二人の結婚生活23年だそうですが、結びつきはロケーション先の麻雀が取り持つ縁だったという、まあ、しかしあの久我さんというのはあの公爵のお嬢さんですからね、はい、このお二人の結びつきというのは当時の芸能界大変爽やかな話題を提供したものだと思いますね。まあ、その平田昭彦さんのお通夜は今夜、はい、そして葬儀と告別式は明日の午後1時から杉並にあります築地本願寺和田堀病所で行われます。はい、まあ、あの久我さんもおっしゃってましたけど、今の際までお兄さんの小野田監督に、奥さんのことをよろしく頼むと何回も何回も平田さん言っておられたという、そこには本当に最後まで誠実な夫の姿があったと思います。俳優の平田昭彦さんが亡くなりました。改めてご冥福を。この番組は月のマークでおなじみの花王石鹸の提供でお送りします。